はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。本日も交友ナイトのお時間がやってまいりました。本日も西村浩友さん、よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。はい、そして、はい、スタッフ T とスタッフ Y も一緒に出させていただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、本日は911というわけで、西村浩友さんから一言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ですね、ちょうどこの時間ですね、20年前のこの時間なんですよ。だから、今日は山中さんにも来ていただくことになっていまして、まだ出演されてないですよね。そうですね。で、山中さんは今山中千さん、アメリカの終わりをお書きになった方ですが、彼は今シカゴに、いらっしゃいます。で、ちょうど20年前のこの時間ですね、日本時間の夜の10時過ぎ、本当にね、驚きましたけど、日本人もですね、あのテロで、ワールドトレードセンターで働いていた24名の方が亡くなっています。それは決して忘れてはいけないことです。それと、あのワールドトレードセンターというビルはですね、あれ、日系人が、ミノル山崎さんという人が設計した、当時世界で一番高い、ビルだったんですね。当時 そのまだテロに遭う前の写真がもし出せれば、ちょっと軽く紹介してさっさといければと思うんですけど、出ますか？はい、スタッフさん、お願いします。あ、これはちょうど、今から20年前のこの事件の時の報道ですね、これはね。そうですね。はい。で、私が送った写真が出してもらえればいいんですけど、はい。ね、要は、何が起きたか分からないっていうのはね、正直なところで。で、当時、なかなか情報も取ることできませんでしたけど、必死にいろいろ集めてですね、1時間後ぐらいには大体概要が分かってきたと。そういう感じ だったですね。それで21世紀のね、その最初の年に起きた出来事なんですが、結局これが21世紀の20年間を決めてしまったという、そういう気がしますね。今ここ画面に映ってるのは、これが私が撮った写真なんですね。デジカメじゃなくてですね、これは、オリンパスの OM-1 でコダクロームで撮った写真ですけど、こういう高いビルだったわけで、これが同じものがこう2つだから並んでたわけですね。多分いろいろ写真がね、あるんで、次の写真も見てもらえれば。これはフェリーから撮った写真ですけど、こんな感じでこうそびえ立ってたわけですよね。一番南のあたりですね。はい、奥にエンパイアステートビルが見えますよね。細長いやつですね。はいはい、ワールドトレードセンターのちょうど左にこうちょっとこうぼやけて映ってるでしょ。はい、これがエンパイアステートビルで、キングコングが登ったやつですね。とにかくね、アメリカをそこを象徴する建物だったわけで、ウォール街のそばにもあったわけですし、そういう意味ではね、一つの時代の終わりっていうかね、そういう感じがしましたね、本当にね。これからその戦争がね、なんていうのかな、非対称戦争っていうか、要するに国家対国家の戦争ではなくてね。はい。テロ組織と国家の戦争ですとか、そういうものがこう日常的に起こるきっかけになったのが、この9.11同時多発テロだったわけですね。大きな分岐点になって20年ということですね。そうですね。そうですね。はい、ありがとうございます。他2枚、あと2枚のお写真はよろしいですか？そうです。じゃあついでに、
あ、これはね、だからワールドトレードセンターの、はい、あの展望台から撮った写真です。あ、展望台からマンハッタンを撮った写真で、だから、うん、もう一本立ってる、こうツインタワーになってるでしょ。だからもう一本が見えてますよね、左の方。はい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 。それでちょうどこれフィフスアベニューの、だからちょうど真南というか、位置的にはそうなってるんで、うん、ちょうど真ん中の正面にあのエンパイアステートビルが見えるんですね。ああ、うーん。では最後もう一枚お願いします。はい、これはね、そのワールドトレンドセンターのちょうど真下でね、うん、全然知らない人たちですけど、なんか男女がね、はい、なんか仲良くしてる、はいはいはい、それをちょっとこう撮った写真です。あ、そうなんですね、はい。これはその911のどのぐらい前の時の写真なんですかね。いや、これね、結構前ですよ。あの911のもう、10年ぐらい前じゃないかな、これ。ああ、そうなんですね、はい、これはだから、1991年ぐらいじゃないですかね。この後2回ニューヨーク行ってるんですが、私ね、ニューヨークは80年代から通算すると結構何回も行ってるんですね。それは。ああ、そうなんですか。で、ただね、911以降は行ってないんですよ。だから20年行ってないんです、実は。はい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 、はい。なるほどですね。いや、貴重なあの写真ありがとうございます。これ、まあ、初めて見ました、この現場の写真。いや、こういう日なんでね、ちょっとまあ、はい、見ていただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、それでは次の企画行かせていただいてよろしいでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。では毎回恒例のこういうアンケートをいきたいと思います。はい。ではスタッフ Y さんお願いいたします。はい、ご紹介します。それでは1問目です。自民党総裁選、総裁にふさわしいのはという質問です。河野太郎議員が 6%、岸田文雄議員が 2%、高市早苗議員が 90%、石破茂議員が 2%、そして野田聖子議員が 1% という結果になっています。ちょっとこれコメントもいただいてるんでご紹介してみます。はいはい、お願いします。高市さん一択、他の議員とは政策に対するスキルが全然違うと、うん、それからもう一つ、アンパンマン石破茂には自民党から売買金してほしい。こんなコメントをいただいてますが、先生いかがでしょうか。まあね、これ総数が26,000、はい、かなりのこれあれですよね。そうですね、それでまあ一般メディアのね、あのアンケートとは、まあ、全然違いますよね。そうですね。でもまあね、すごいですね、高市さんが 89% っていうのは、ね、圧倒的ですね。あのヤフーニュースのね、確かやっぱりアンケートを取ってたんですけど、はい、ヤフーニュースだと 49% でしたね、高市さん。はいはいはい、はい、そうですね。それでやっぱり圧勝してるわけですけど、うん、この文化人はすごいですね。すごい、確かに。いやすごい。90% だって。高市さんに言っときますよ、これ。お願いします。はい。ああ、面白いですね。確かに圧倒的ですね。圧倒的です。あの視聴者がなかなかあれですね、あの常識をわきまえてる人が多いってことなんですかね。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。ではじゃあ早速次のアンケートもいきましょう。はい、行きましょう。河野太郎氏が政策変更、原発稼働を容認、女系天皇反対を表明したことについて、信じるという方が 8%、信じないという方が 71%、慰安婦虚偽の河野洋平の息子に出馬資格なしが 22% という結果になっております。これもちょっとじゃあコメントをご紹介してみます。はいはい。総理大臣になりたいから急に政策を変えた、
こいつはデマ太郎だと、それからもう一つ、僕は小学生です、僕は嘘をついたらお母さんに怒られます、河野氏はなんで嘘をついて怒られないんですかという質問が来てるみたいです。これたまに現れる小学生ですかね。そうなんですよね。あれですか、小学生でその熱心な視聴者がいるんですか。いるみたいなんですよ。それでよくそのアンケートに答えるんですか。はい、あ、でもこれ本当か嘘かわからないっていう説が大人が言ってるんちゃうかっていう説もあったりするんですけど、ほとんど小学20年生っていう説も小学20年生ですか。はい面白い。どうですかね、西村さん、これ。いや、やっぱりね、以前ね、確信を持って言っていたようなことをですね、急にこう変えるっていうのは、なんか、あれって感じしますよね、やっぱりね。うん、そうですね。根拠は分からないし、だから、こういう疑問点っていうのはね、まあ、信じないっていう人はもう圧倒的に、この調査だと 70% 超えてるわけですけど、うん、それについてはやっぱり今後のその、立候補者が出揃ってその要するに討論会とかやりますんでね、うん、だからその中で政策論争していけばおのずと分かってくると思いますよ。うーん、だから本当に口から出まかせで言ってんのかね、はい、本当にいろいろ考えてその変えたのかということはね、うん、やっぱり討論会でディベートしないとね、分かんないですよ。そうですね。昨日の会見でなんか私は保守主義です的なことをおっしゃってたじゃないですか。誰なんですか。河野太郎さんが。昨日だそうだよね。なんかそれはちょっと聞き逃しましたね。はい、なんかおっしゃってて、まあ、そういう感じの文脈の話をされてて、なんか保守の方わざわざ私は保守ですっていうふうにおっしゃるんかなっていうふうな、なんかそういうネットの声も発見したんですよね。うん、その点はどう思いますか。やっぱり河野太郎さん保守の方なんですかね。いや違うと思いますけどね。ただね、私はね、まあ、誰もがそういう分類をしてね、で特にメディアが、はい、そういう言い方しますよね、はい、ただ私はね、非常に疑問なんですね、それはね。おう、そもそもだから保守とか右左とかね、そういうもう分け方がもう意味がないと思ってるんで、うん、あ、だから国益を本当に考えてるか考えてないかとかね、うん、本当に日本人なのか日本人じゃないのかとかね、はいはい、なんかそういうレベルのことでしかその基本的な政策っていうのは、うん、前提にならないと思うので、はいはいはい、そのなんていうかな、つまりその常識的な部分でだったらばね、その、うん、だって安全保障なんかそうじゃないですか、保守だろうとなんだろうと関係ないわけで。そうですね、うん、だからそれがねちょっとねおかしいんですよね。それでよくその安倍首相のことをですね、安倍前総理、うん、元総理か、はい、あ違うか、まだ菅さんが総理だから前総理です、うん、はいはい、安倍総理のことをねよく保守派とかね、うん、まあみんなそういうふうに言うんですね。で、うん、疑いなくみんなそういうふうに言ってんだけど、うん、しかしねおかしいんですよ。はいはいはい、安倍さんが進めた8年間で進めた政策、うん、最初のだからアベノミクスもそうですし、うん、いろいろなその外交の政策もそうだし、うん、安全保障政策もそうですけど、世界基準で見たら全然保守じゃないんですよ。なるほど。中道左派なんですよ。へー、左派政権ですよ、安倍政権って。そうなんですか。そうですよ、だって。